注意、これは東方プロジェクトの二次創作です。独自のキャラ設定、オリジナルキャラ、暴力的シーンや表現などが含まれている可能性があります。それでもいい方は、ゆっくりしていってね。母さん、戻ってきてからずっとあの感じだわ。やっぱり、何かあったのかな。ねえ、母さん。ごめん霊夢。少し出かけてくるわね。遅くならないから心配しないで。うん。いつもそうよ。全然平気じゃないくせに。大丈夫なふりしちゃって。私、そんなに信用されてないのかな。霊夢に悪いことしちゃったわね。ごめんね。心配かけちゃって。あ、レイヤだ。ルミア、ちゃん。久しぶりなのだ。レイヤも生き返ったんだね。あれからずっと元気だったかしら。うん、ユーカも優しいし、チルノやダイちゃんと楽しく過ごしてたのだ。そう、それはよかったわ。いいよ。ダメよルミアちゃん。それを取っては。別に何もしやしないぞ。少し話をしよう。お互いに色々あっただろうからな。これまた懐かしい場所に来たわね。この場所、覚えてるか？あなたと初めて会話した場所だわ。そして、初めて戦った場所でもある。そうね。あの時の私は弱かった。いえ、今も何も変わっていないわ。理想だけを思い描いて、結局何もできない。弱いままなのよ。私は。それは、一人だったから。そうだろ。だけど、夢は叶ったんじゃないのか。今のこの世界は、人も妖怪も、さらには神までも仲良くしてやがる。お前が願っていた世界だ、もっとよく見てみろ。そうね。それと、すまなかった。お前は、こんな私を救おうとしてくれた。手を差し伸べていたのに、私は、拒んでしまった。もっと早く気づけていたら。後悔したよ。私は。あなた。何があったのよ。てっきり復讐でもするんだと思ってたんだけど。ああ、お前が死んだ後に復活してな、異変を起こしてやったさ。結局したんかい。だが、それと同時に、学ばせてもらった。守りたいものがいれば、その分人は強くなるってな。そして、仲間っていうのは、ここまで心地いい存在なんだって。こいつは、こんな私を許してくれた、他の奴もみんな。生きる理由ができたんだよ。私にも。私の話は以上だ。次はお前が話す番だ。せっかく生き返ったというのに、随分と元気がないじゃないか。私が気になっているのは、なぜ死んだかだ。昔はできなかったが、今ではこいつと記憶を共有できている。なぜユカリア、ユーカ。そして私に、霊夢を託して死んだんだ。それしか、方法がなかったからよ。霊夢がどんな気持ちだったか、お前は知ってるか。昨日、ユカリから聞いたわ。ずっと私が帰ってくるのを待っていたって。私も、ずっとあの子のそばにいてあげたかった。でも、無理なのよ。今は昔とは違う。話してみろ。私は、生きてはいけないのよ。ちょっと、レイってば。どうした、我が妹よ。さっきから音楽うるせえんだよ、止めろ。あん、なんだって。音楽止めろよ。はぁ、妹のわがままには困ったものだ。お前に困ってんだよこっちは。まったく。ほら、お前の大好きな曲だ。満足か。そういうこと言ってんじゃねえよ。大音量で流すな。コウマ感中に聞こえてんのよ。それと天気戻してよ。霊夢に怒られちゃうでしょ。わかったわかった。ほれ、これでいいか。
て静かにしてくれる。なあ、ゼミリアよ。な、何よ。お前は確かに強くなった。意志も強いし、主としても多分なかなかだ。だが吸血鬼としては、なんか迫力さに欠けるよね。なんですって？それはあれだ、曲もそうだが、高貴さというか、ヤバさ感が足りん。そんなだから舐められるんだぞ、お前は。そんな、私はどうしたら？まずは必要以上に話さないことだな。お前の場合は、すぐにボロが出てしまう。あとは、それと、どんな状況においても動揺しない、微動だにするな。その余裕さが、カリスマ感を上昇させる。なるほど。確かに大物感がするわね。そして BGM。これが全てと言っても過言ではない。どんなに怖い映画でも、曲がポップなら怖くないだろ。確かに。ならば、曲を利用し、大物感を出せ。わかったわ。私やってみる。真のカリスマ、真の吸血鬼を目指すわ。よし、行ってこい。ふむ、昨夜の言った通りだ。扱いやすいやつね。どうなるか見物だな。落ち着いたみたいだけど、大丈夫かしら。あ、お嬢様、大丈夫でしたか？お嬢様、どうなされたのですか？何かあったのですか？お嬢様。なんだろ。めっちゃ殴りたくなったわ。あ、お姉様。ごめん、食べないと思ってプリン食べちゃった。でもあれだからね、早い者勝ちだからさ。なんだあいつ、気持ち悪。ついに取れかかったネジが外れたか。みんな私のカリスマに動揺してたわね。あとは私の強さ、大物感を見せつけるのみよ。いでよ、我が赤い霧よ。あれ、また天気悪くなった。傘持ってこないと。霊夢、異変だ。多分コウマ感だぜ。あのコウモリ殺す。よし、来たわね。ようこそ、よく来たわね。5秒やるから言い訳してみなさい。しょうもなかったら灰にしてやるから。怖い顔しても無駄よ。こっちには、これがあるからね。なんだ、ラジカセ出してきたぜ。念のため気をつけて、ニトリが作った特殊な装置かも。せいぜい驚くがいいわ。もういいかしら。ちょっと待って。なんでドンキーコングしか入ってねえんだよ。じゃあ終わりね。マリサ、あいよ。ちょっと待って、ラストだから。発射。はい、すみませんでした。もう二度といたしません。次やったら羽引きちぎるからね。霊夢、マリサ、悪かったわね。でもきっと、お嬢様にも何か考えがあったことだと思うの。何か重大な理由があったはずよ。それもそうね。それで、なんでこんなことしたんだ。カリスマ感が欲しかったんです。嘘しょうもねえじゃねえか。ゼミリア、せっかくみんなで救った世界なんだから、あまり変な気を起こさないでよ。はい、反省してます。すみません。まあ、許してやれ。うお、ゼミフラ。あれ、でもどういうこと？合体しないと戻れないんじゃ。それについては、今度話してやろう。まずは謝らせてくれ、妹の不始末について。私からもきつく言っておく。だからどうかこの場を収めてくれないか。さすがレミフラね、どっかのバカとは違うわ。確かに。確かに。こいつ、掃除抜けたのはお前だろうが。まさか妹も、言い訳をしたり、人のせいにするような器でもないだろう。さすがにそれはないと思いますが。そうね、さすがにそんな格好悪いことはしないでしょ。当たり前じゃない、言い訳なんかしないわよ。まあ、レミフラに免じて、今回のことは許してあげるわ。ははー、ありがたき幸せ。それじゃあまたね。マリサ、行きましょ。あ、そうだな。霊夢。何よ。あまり思い詰めるな。お前には、信頼できる仲間がいるんだ。無理せず頼れ。そうよね。ありがとう。マリサ、行くわよ。おう。何か、訳ありのようですね。大事じゃなきゃいいけど。油断してると、
いつか痛い目に遭うかもしれんな。念のため、できることはやっておくか。どうやら白霊レイヤーと、ルーミアが接触したようです。そう。生き返ってくれたのは嬉しいけど、大きな問題を抱えてきたわね。もし残ったままなら、後々面倒なことになるわ。ゆかり様、私はその件について詳しく知らないのですが、復活したことに問題があるのですか？そうね。あなたには話してなかったわ。ただ、このことは絶対霊夢には内緒よ。なぜですか？レイヤーを。あの子の母親を殺したのは、私だからよ。昨夜、しっかりしなさい。お嬢様。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。よかったら、高評価、チャンネル登録をお願い。最新の動画や、再生リストがあるわ。必ず見てね。でないと、昨夜が。それと、Twitter フォローも、お願い、します。昨夜昨夜さん、お嬢様。なんだ。このクソ映画。誰が見るんだ。